こんにちは、鹿沼です。今週も1週間お疲れ様でした。本日はですね、かなりリクエストの来ていたタトゥーについての動画をやっていこうと思います。そして今年2020年に入りまして、新しいタトゥーが1つ増えたので、その時のねスタジオでの様子や雰囲気などもね流していこうと思うので、タトゥーとかがねちょっと苦手だなって思う方はここでご退出ください。今日の動画全部で5つございます。1つ目がタトゥーを入れるまでの流れです。まあ予約から来店までですね。あと店の雰囲気とか私が行ってる場所とかも紹介していこうと思います。続いて2つ目はタトゥー1つの値段やタトゥーをするのに時間がどれくらいかかるのかを話していこうと思います。続いて3つ目はタトゥーの痛みについて話していこうと思います。続いて4つ目はタトゥーが終わった後のケアの方法もね簡単に紹介させていただきます。そしてラストの5つ目がタトゥーをした後に親にどう伝えたかやタトゥーを入れる前の意思についてお話ししていこうと思います。まあ、今日の動画はねざっとこんな感じでございます。そして私が入れてるタトゥーの意味については近々ね紹介する機会がございますので、本日のね動画ではさらっとね触れていくだけにしておきます。それでは始めていきたいと思います。まず1つ目にお話しするのがタトゥーを入れるまでの流れでございます。タトゥーを入れるときにまず最初は絵柄を決めます。結構タトゥー入れて後悔してないですかとかね言われること多いんですけど、私は後悔しないようにその絵柄と1年間見つめ合う時間を作っております。私は LINE のトーク背景に自分のしたいタトゥーの絵柄を入れて毎日見つめ合って、本当にこのタトゥーが飽きないのかっていうのをね悩みながら1年過ごしてきました。それでもねまだこの絵柄が見たいなって思った時に入れるようにしてます。まあ、LINE のトーク背景じゃなくて、まあ、トイレとかに、まあ、印刷して貼るのもいいですし、スマホのロック画面とかホーム画面に貼るのもいいと思います。とりあえず毎日見て本当にそのタトゥーが入れたいのかを私はね考えてタトゥーを入れるようにしてます。で絵柄が決まったら次はスタジオ探しでございます。結構スタジオ探しがね難しいんですけど、私がね一番最初に入れたこの鹿のタトゥーはね韓国で入れました。で結構ね韓国のタトゥースタジオって有名なんですよ。線が細くてデザインもものすごく可愛いですし、結構ね女の子には人気なんじゃないかなって思います。でも私がこのタトゥーを入れた時は韓国語がね話せる友達と一緒に行ったので、何もね不満なくタトゥーをすることができたんですけど、私一人だったらねなんかそのタトゥーもうちょいここ下がいいとかねちょっとしたね注文がねできないなと思いまして、なのであんまりね韓国語がわからない人は韓国語が話せる友達とかを連れて行った方がいいと思います。一生残るものなのでちょっとしたね調整があまりうまく効かなかったりするので、その辺お気をつけください。あとねあの腕に2つここあるんですけど、この2つは福岡県にあるアミターバタトゥーというねスタジオで入れてもらいました。この福岡のねアミターバタトゥーさんはあの友達に聞いて行きました。結構福岡でもタトゥーしてる人多くて、どこが有名とかどこがいいとかいろいろ聞いたところ、このアミターバさんにたどり着いて、そこからねインスタとかいろいろ調べて彫師さんを探してたところ、カルピンさんというね私がいつもやってもらってる方が出てきて、その方にねインスタからタトゥーしたいんですけどっていうね予約をしてからタトゥーすることになりました。まあ、タトゥーの予約法はそのスタジオによって違うと思うんですけど、私の場合はインスタの DM でしたね。あとメールだったり電話とかもあるのかな、まあいろいろあるのでその場所によっていろいろ違うと思います。あのタトゥーをねしてくれる方のことを彫師さんって言うんですけど、自分ではねあんまりデザインが思いつかなかったり、こんな風にしたいけど自分じゃそういうデザイン描けないって方は彫師さんにデザインお願いすることもできるので、世界で一つの自分だけのタトゥーもね作ってもらえることができます。そういう相談もね実際にDM とかでやり取りして、何回もねその彫師さんのとこに行って、こういうデザインでいいですかとか、サイズはこんな感じでいいですかっていうのを話し合って実際にねタトゥーをやっていくって感じになります。なので初めてねこのタトゥーを入れた時は一回彫師さんのとこに行って、こういうデザインでいいかっていうね相談いろいろしてから一旦持ち帰って、また別日にねタトゥーをするという感じでした。ちなみに今年に入って入れたこちらのタトゥー、これですね、はい、映画好きの方はまあご存知かと思うんですけど、トーテムでございます。これ新しく入れたんですけど、この時のタトゥーはもうデザイン決まってたので、インスタの DM でもこれがいいですって言ってお願いしますって言って、もうデザインの相談とかなしにそのままね入れてもらったんですけど、まあ、デザインが確実にこれって決まってたらそのままね相談する日とかなしにすぐねできるんですけど、まあ、スタジオとか彫師さんとか、まあ、人それぞれですね。私が行ってるアミターバさんのお店の雰囲気はこんな感じです。
最初ですね、なんか韓国のねタトゥースタジオとね印象がやっぱちょっと違ったんで、日本のスタジオってちょっと怖いイメージがあったんですけど、実際に行くとね全然怖くなくて、堀石さんもみんな優しくて面白いので全然緊張もしなかったです。で、福岡だとね結構美容師さんとか若い子とかも結構行ってるので、最近ねタトゥーしてる人も増えてきたんじゃないかなと思います。で、私が行ってるアミターバさんのタトゥースタジオでは、まずそのタトゥーのねデザインのやつを印刷してもらうんですよ。で、どのサイズにするかっていうのをねその場で印刷して決めて、実際にね腕に貼り付けて、サイズはこのぐらいでいいのか、大きさはこのぐらいでいいのかっていうのをね何回か試して決めます。で、決まったら実際にタトゥーを彫っていくという感じでございます。そして2つ目、値段と時間についてでございます。まあ値段はですねスタジオによってね違ってくるんですけど、私が行ってるアミターバタトゥーさんはコインサイズだと1万円からです。そしてタバコサイズが2万円からでございます。そして拳サイズが3万円からでございます。で、さらに大きいハガキサイズが4万円から。まあこんな感じですかね。私が入れたタトゥー、まあ韓国で入れたやつも1万6000円ぐらい、4000円だったかなぐらいして、でこのね筆記体さんもう1万6000円ぐらいでした。まあ本当にね2万円いかないぐらいですね全部。あとタトゥーのね時間ですね、だいたい15分以内で終わった気がする、全部、うん、15分ぐらいでした全部サイズ的に。そして3つ目はタトゥーの痛みについてでございます。私がですね今腕にしかやってなくて、腕の痛みしかわからないんですけど、痛みを最大5とするとこの腕たちの痛みは全部2ぐらいだったかな。なんか場所にもよるんですけど、そのタトゥーのね流れというか長さにもよります。このわかるかな、コマって全部こうやって囲まれてるじゃないですか。これを一気に描くってのは痛かった。この周りのねちょんちょんってやつあるじゃないですか、この子、これはマジで痛くない、本当にえっやってんのってぐらい無痛だけど、こうやってねじーじーってね枠をこうやって辿って長い線が痛いです。で、結構痛みが錆びたカッターでギーってやられてる感じっていう人いると思うんですけど、あんな痛くないですマジで。私の場合はかなり細い線なので全然痛くないです。もうちょっと太い線になってくると確かにね錆びたカッターで引かれてるような痛みはあるかもしれないんですけど、私の場合はシャーシンでなんかギュッて抑えられた感じでも全然大丈夫なんで、本当に線とかデザインによっては痛み全然わかんないかもしれない。あとこの内側ね結構痛かったです。なので、その皮膚のね薄さとか厚さによっても痛み変わってくると思います。続いて4つ目はケアの方法でございます。まあ、タトゥーをしたらね血出るのとかかさぶたできんのとかいろいろね思う方いると思うんですけど、まあ、サイズによってはねかさぶたになったりするんですけど、ケアしとけばねだいたいそのかさぶたにはならないけど、ちょっと乾燥、ちょっとピリピリって乾燥みたいなのが見えてたりするので、保湿として私はニベアを塗っております。堀石さんもねニベアがいいって言ってたんで、まあ、タトゥー終わったら毎晩ねお風呂を上がってからニベアを塗ります。お風呂入る時もゴシゴシ洗うんじゃなくて、泡立ててからその泡で優しく洗うって感じですね。そんな難しいケアは全然しないです。で、さっきね私お風呂上がってねニベア塗ってないんでちょっと塗っときます。まあ、こんな感じでちょっとデザインをね守りながらトントントーンって私は塗ってます。まあ、ケアについてはこんな感じですね。ラストにお話ししたい5つ目は、まあ、親にどう伝えたかや、まあ、入れる前の意思についてお話ししていこうと思います。まあ、まず最初はね親にどうタトゥーをしたと伝えたかですね。私小さい頃からタトゥーするってもう家で叫び散らかしてたんですよ。なんでまず初めて韓国でね、まあ、タトゥー入れたんですけど、帰ってきた時にお父さんに見せました。お父さんタトゥー入れたどうみたいな感じで普通にお父さんには言った。ゆるいんですよ、優しいからお父さん、だから怒らないと思ってお父さんに見せたら、おう入れたんやみたいな感じだった。でもお母さんには何て言おうと思って、とりあえず家に帰ってきてバレるまで待とうと思って、で、まあ、1日目は全然バレなかったんですけど、まあ、そっからね数週間過ごしてたら、ほんとそれ何年みたいなでちょっと触れてきたんで、あこれ韓国でね2週間ぐらいで消えるやつやってきたっちゃん、ジャグアタトゥーってやつみたいな感じで、まあ、ジャグアタトゥーって言って逃れたんですけど、まあ、なんで鹿にしたんとかいろいろ聞かれて、まあいろいろ話してみたいな、で全然ねなんかふーんって感じだったんですけど、さすがにね 2,3 ヶ月経っても消えないんで、あんたそれ本物やろみたいな感じで言われて、あバレたわとか思って、で2つ目入れた時もお母さん無反応 で妹とね普通にリビングでタトゥーの話してたんですよ。
したらお母さん空いてきて妹にあんたは入れるとしたら何入れるみたいな普通に聞いてたんで、特にそんなうちの親は反対とかなかったですね。で、入れる前の意思についてですね、私が小学生の頃から洋楽のロックとかがものすごく大好きで、もうね、小学生の頃からタトゥー入れる入れるってもうみんなに言い回ってたんですよ。なんでもうタトゥー入れたいって気持ちは小学生の頃からありました。雑誌読んだり、アーティスト見てたりして、私はこういうタトゥーを入れるんだってずっと決めてたし、多分ね、それをね、親にもたくさん言ってたんで、そんなにね、驚かなかったんだと思うんですけど、海外ではね、何歳からでもタトゥーできるのかな、よくね、法律については詳しくないんですけど、日本ではね、タトゥーを入れる年齢っていうのがね、決まっておりまして、場所によってはね、18歳とかでも OK って書いてあるとこあったんですけど、基本が20歳からでございます。で、決めてて20歳になって、2年前ですね、20歳になったタイミングで初めてねタトゥーを入れることに成功しました。成功しましたって言い方おかしいけど、私がねタトゥー入れてるの YouTube とか見て、温泉入れないですよだったり、プール入れなくなりますよだったりで、あとね MRI もできないですよって言ってくるんですけど、 MRI はできます、最近のタトゥーだと。その辺すべてね、私の覚悟の上でやってることなので、やりたい人は自分の人生なのでやってもいいし、やりたくない反対の方は、そのままね、反対と言っていいんですけど、自分の人生なのでね、皆様のやりたいように生きてください。今日のタトゥーの動画が参考になったかわからないんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは来週の動画で会いましょう。バイバイ。